これは同志殿、アリーシャ様にご用ですか？今ならテラスにおられますよ。ありがとう、行ってみるよ。スレイ、来てくれたのか。アリーシャ、同志の装束よく似合ってるな。ありがとう、孫にも衣装だったな。しつこいな、ミクリオ。事実でしょ。もしやそこに天族の方がおられる。そうだって言っても信じられる？正直あの聖剣祭の出来事があるまでは信じられなかっただろう。それに出会った当初、君のことはなんていうか、その少し変わった人と認識していた。まあ事実だね。ここにいるんだ、ミクリオってのが。これまでの無礼を許していただきたい、天族ミクリオ様。別に無礼とは思ってないから。無礼だなんて思ってないって。そしてここにいるのがライラ、みんなが湖の乙女って呼んでる人。君は本当に同志になるべくしてなったのだな。それに引き換え私は、我々はこれほど身近に天族の方々がいてもどうすることもできない。それは違いますわ。聞こえないって。スレイさん、アリーシャさんの手を握ってみてください。え？うん、アリーシャ、手を。これでいい？うん。ああ、聞こえますか？聞こえてないみたいだよ。では、スレイさん、目を閉じて。ああ、アリーシャさん、聞こえますか？みたい。スレイさん、目を閉じて、今度は息も止めてください。アリーシャさん。聞こえる、女性の声が。本当に？アリーシャさん、私たち天族はあなたたちの心を見ています。万物への感謝の気持ちを忘れないでください。私たちは感謝には恩恵で応えます。決して天族をないがしろにしないでください。その心が汚れを生み最悪を生むのです。大丈夫さ、アリーシャ、君の感謝はちゃんと届いて。スレイ、もう一度。なんかもっといい方法ない？今のスレイさんではこれしかなさそうですわ。スレイさんがもっと私の力になじみ、器としても同志としても力をつければ、これほど知覚遮断する必要はなくなると思います。それじゃあ、俺が同志として力をつけたら、天族の声をみんなが聞くことができるのか？いえ、アリーシャさんはスレイさんほどではないですが、もともと才能があるから聞こえたのでしょう。そっか、そんな単純じゃないみたい。だが、私でも言葉を交わせた。天族は間違いなく私たちと共にあることが分かった。それだけで。ドキドキする？
伝承はおとぎ話じゃない。よし、アリーシャ、俺たちしばらく町にいるから、用があったら知らせて。それじゃあ、あ、ではまた。スレイさん、探検家の虫が騒いだのさ。